こんにちは、M35 です。今回お届けしますのは、大魔神シリーズの第3弾にして最終章を飾った、異色の活劇時代ジュブナイル、大魔神逆襲でございます。1966年4月公開の第1作目大魔神を大ヒットさせた大映は、早くもその4ヶ月後の8月には第2弾となる大魔神イカルを公開、そしてその年の暮れ12月に本作を公開するという信じられないスケジュールで1年を駆け抜けたシリーズとなっています。本作のメガホンを取ったのは、1作目の安田公義監督、2作目の三角健二監督、と大映時代劇のレジェンド監督に続き、その中でも最もキャリアのある森一夫監督、通名森一成監督が担当。時代劇、現代劇、喜劇、アクション、ミステリーなどジャンルを問わず切れ味鋭い演出で定評のあるこの森監督に託すことにより、全2作に勝るとも劣らない特撮時代劇が奏でる映像美の世界を堪能できる一本となっています。この動画ではそんな森監督のプロフィールや演出手法についてご紹介してまいりたいと思っております。また本作で活躍する少年たちの中で非業の死を遂げることとなった金太の本作における役割についても解説していきたいと思っておりますので、最後までどうぞお付き合いください。なおこの動画はネタバレを含んでおりますので、未見の方はくれぐれもご注意いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。小山藩領内の山裾に木こりを生業とする小さな村がありました。冬を間近に控え、働き盛りの男衆は山奥へと仕事に出かけ、残された年寄りと女子供たちは冬支度にせっせと励んでいた。そんなある日のことでした。山に入っていたはずの三平が瀕死の状態で村に帰ってきたのです。聞けば仕事の途中、突然隣国荒川藩の軍勢に囲まれ、木こりたち全員荒川領内の地獄谷に連行された挙句、何やら大掛かりな建造物の建設を手伝わされているというのです。地獄谷では木こりたちが荒川勢監視のもと過酷な労働を強いられていたようで、どうやら荒川飛騨守は近隣諸国制覇のため、この地獄谷の硫黄を使って火薬を製造しようと企んでいたようで、三平はそれだけを告げるとそっと息を引き取ったのでした。その夜のこと、親兄弟が地獄谷に捕らえられていることを知った村の子供鶴吉、大作杉松は三平の弟金太と共に父や兄を救出すべく、子供たちだけで魔人の山へ入るという無謀な旅へと出発したのでした。魔人の山へと入った鶴吉たちは魔人の使いと言われる大高の監視のもと険しい山を登っていきます。すると突然荒れ地が広がった先に静かに佇む武人像を目にした4人はお山を通らせてほしいと手を合わせ先を急いだのでした。しばらくして荒川勢の追手に遭遇、杉松の起点でなんとか逃げ延びることに成功した4人はさらに先へと進みます。しかし途中激しい川の流れに行く手を遮られ、やむなくイカダで川下りを決行。しかし激流により岩場に衝突したイカダが大破すると、流れの中に金太が飲み込まれていったのでした。金太を失い残された3人はやがて力尽きると雪の中身動きが取れない状態となっていきます。しかしその背後から荒川の追っ手が迫っており、少年たちに向け火縄銃を構えておりました。もはやこれまでかと思ったその時でした。突如空から大高が舞い降り、追っ手全員を撃破してくれたのです。しかしその際追っ手から放たれた銃弾を浴び、大高は雪の中に落下するとそっとこと切れていったのでした。その様子を見ていた鶴吉は大高の亡骸を埋葬した後、静かに崖の突端に立つと、自分の命を捧げる代わりに皆を助けてほしいと神に祈りを捧げながら崖から身を投げたのです。すると次の瞬間、地鳴りとともに武人像が立ち上がり、その顔を怒りの形相へと変貌させ大魔神になったかと思うと、鶴吉の元へ高速移動を開始。鶴吉落下の現場から現れると、鶴吉をすくい上げながら雪の中からせり上がってきた大魔神は怒りの炎をふつふつと煮えたぎらせながら、悪の元凶荒川飛騨守に神の天誅を下すべく今地獄谷へ向けてゆっくりと歩み始めたのでした。それではここから感想と解説に入ってまいりましょう。先にも触れましたように、本作は1966年4月公開の大魔神から始まった特撮時代劇シリーズの最終作です。時代劇には定評のある大映によって制作された本シリーズは、特撮映画と言いながらも決して時代劇の世界観をないがしろにしない本格的な作品作りがなされています。その信念は監督の顔ぶれを見ただけでも明らかで、大映時代劇のレジェンド監督たちがずらりと顔を揃え、本シリーズを単なる子供向け特撮映画では終わらせないという大映の意気込みがしっかりと伝わってくる、そんなシリーズだと言えるでしょう。第1弾大魔神は時代劇怪談劇の双方で腕を振るった安田公義監督が担当。続く第2弾大魔神イカルでは、斬新な構図とカメラワークが光る三角健二監督が起用され、そして最終作となる本作大魔神逆襲では、ついに大映時代劇の大ベテラン森一夫監督が大抜擢されることとなったのです。本シリーズはその全ての作品において民を苦しめる圧政に対する神の怒りという基本プロットを映画の軸に置いています。そうであるがゆえに、ややもすると全作品同じような筋立てに感じられる恐れすらあるのですが、そんな本シリーズにあって作品ごとに監督を変えていくという手法は大正解で、各映画においてそれぞれの独自カラーを作り上げ、シリーズ全体に活気を与えることに成功していると言えるのです。また本シリーズはこうしてメイン監督を変えながらも
脚本、特撮、音楽、撮影などそれぞれの各重要パートについてはシリーズを通してほぼ同様のスタッフが配置されています。常に時代劇の品格を忘れない吉田脚本、シリーズを重ねるごとに進化していく黒田特撮、作品ごとに趣を変えながら世界観を作り上げていく伊福部スコア、岩山、湖、銀世界の全ての美しい絵を撮り続けてくれた撮影には今回は森田不二雄カメラマンに加え今井博史カメラマンが共同で当たっておられます。このように本シリーズは本編監督が切り替わってもシリーズ全体の質が落ちないよう常に安定のスタッフ陣ががっちりとスクラムを組んでバックアップしてくれているのです。そしてそんなシリーズの中にあってこれまでの2作品で見られなかった本作の特徴として挙げられる点といえばやはり子供たちを主役に置いているところではないでしょうか。本作は映画の大部分が子供たちの描写で占められています。自ら子供好きと称する森監督ならではの舵取りによって時に優しく時に厳しく子供たちを過酷な物語世界へと導いていくシリーズの中でも独特の味わいを持った作品だと言えるでしょう。それではここからそんな大映画を誇る職人監督森一夫監督のプロフィールと演出の特徴などについてご紹介してまいりましょう。森一夫監督は誰もが認める日本映画界を代表する監督の一人でありながらもだからといって大御所感をひけらかし作品を襟好みすることなどなくとにかく依頼された作品を安く素早く水準以上の味に調理することに長けた職人気質を貫き通した映画監督と言えるでしょう。ただそんな森監督であったがゆえに黒沢監督、小津監督、溝口監督らとほぼ同世代でありながらもこの巨匠たちと比べ正当な評価がなされてきたかといえば必ずしもそうとは言い切れないのも確かなのです。それは森監督の人となりがそうさせてしまったのかもしれません。カンヌのグランプリ受賞作地獄門の時でさえも衣笠貞之助監督との共同監督を務めながらも大作は監督一人の方がいいとクレジットを辞退するという森監督は目立つことを嫌う職人を貫き通した監督だったことがうかがえます。映画祭や批評家たちの評価などには目もくれず日本映画が全盛を極めていた時代にあって長谷川一夫さん、市川雷蔵さん、勝慎太郎さんなど大映の看板スターたちの代表作とも呼べる名作を数多く手掛け大映の名物プロデューサー永田雅一氏とともに戦前戦後にわたりただひたすら日本映画の黄金時代を牽引していった監督さんだったのです。森監督は1911年愛媛県松山市で生を受けられました。京都帝国大学文学部を卒業後1933年にまずは日活渦政撮影所に入所、はじめは脚本部に配属されたようですがすぐに助監督として第一映画社新興キネマを経て1936年仇討ち膝栗毛で監督デビューを果たされます。そして1942年に戦時統合により設立された大日本映画制作会社後の大映に移籍するとプログラムピクチャーが全盛を迎えていく中で森監督の本領が否応なく発揮されていきます。ただひたすら猛烈にメガホンを振るい生涯監督した作品数はなんと129本。1942年市川右太門さん主演の大村益次郎、1951年長谷川一夫さん主演の銭形平次、1959年市川雷蔵さんの美しさと儚さを極限まで追求した白鸚記、雷蔵さんの新境地を切り開き和製フィルムノワールとして異彩を放った1967年のある殺し屋、1960年勝慎太郎さん主演で後の座頭市シリーズのきっかけとなる知らぬい剣業、共同監督としてカンヌグランプリを受賞した1953年の地獄門、1953年山本富士子さんデビュー作花の行動館など日本映画の歴史を語る上で確実に押さえておかなければならない名作たちを数多く残してくれているのです。その中でも特に市川雷蔵さん、勝慎太郎さんというカツライスコンビと呼ばれた大映の二大スターと最も数多くタッグを組み、この日本を代表する大スターたちの油の乗り切った頃の名演をフィルムに残してくれたということも森監督の大きな業績の一つではないでしょうか。長田ラッパの合法のもと短いローテーションを強いられた当時の制作体制の中にあっても絵作りをおろそかにすることなく斬新なカメラワークやモンタージュ技法などスピード重視ケレンミ重視の職人技もさることながら人間描写においてはじっくりと情感に迫る演出で役者陣の芝居を切り取っていくのです。もちろんその姿勢は本作大魔神逆襲においても健在で、今回は雪山という舞台が用意され降雪のシーンを実に効果的に使いながら一つ一つの画面構成に気を配り細部に行き届いた森監督の演出が冴え渡る一本となっているのです。この雪の演出については森一夫監督による本編演出と黒田義行監督の特撮演出との見事な連携によって幻想的で美しさに満ちた魅惑の時代劇ファンタジーに仕上げられておりました。まさにシリーズ最終作にふさわしい格調高い白銀のクライマックスシーンを作り上げたシリーズ屈指の映像美が楽しめる作品であると感じているところです。
それではここからそんな森監督との見事な連携が光る迫力の特撮演出について見ていきましょう。本作の特撮は大魔神シリーズ第1作第2作で特撮のメガホンを取った黒田義行監督が引き続き担当されています。第1作における魔神は山の頂に鎮座していました。第2作では霧に煙る湖の洞窟という設定でした。このように常にファンを飽きさせない毎回違った特撮ステージを提供してくれている本シリーズですが、第3作目となる本作では1作目と同じ魔の山ではありますが、今回はそれを雪山へと変更し幻想的で美しい特撮の世界を提供してくれているのです。また本作の特撮はそんな雪山シーンの美しさだけではなく、映画が幕を開けた直後から始まるオープニングの大スペクタクル特撮の素晴らしさにあると言えるでしょう。本作では幕が上がるやいなや度肝を抜かれること間違いなしの大迫力のデザスターシーンが我々観客を待ち構えているのです。まずは不穏なイフクベサウンドが流れる中、いつもの大A マークから始まり、続いて薄暗い岩山の風景へと切り替わると、スクリーンの底から舞い上がる火の粉とともに堂々と大魔神逆襲のタイトルが映し出されます。それと同時にイフクベスコアが激しさを増したかと思うと、圧巻の天才地変の数々が大迫力の特撮技術で披露されていきます。暴風雨が吹き荒れ、豪雪によって住民もろとも家屋が倒壊、川が決壊し濁流が村に流れ込んでいきます。荒神様の怒りに違いないと手を合わせる村人たちの祈りも虚しく、嵐はさらに荒れ狂っていきます。ところどころ魔神の腕や足がスクリーンを横切りながら暗雲の空に黒い影を浮かび上がらせることで荒ぶる神をイメージさせていくのです。続いて一点雲がかき消えたかと思うと、肌を突き刺すような太陽の光が凄まじい熱射を放出、干ばつ、地割れ、岩崩れを引き起こし、ついには村全体が干ばつに飲み込まれていくまでの様子を圧倒的なスケールの特撮で描き出していくのです。このように本作は映画開始直後から大英京都特撮人の技術が集結した大特撮パノラマが展開されており、我々観客を本格的特撮時代劇の世界にあっという間に引きずり込んでしまう、そんなオープニングからスタートするのです。しかしながら、そんな大迫力のオープニングも開始4分程度で終了。そこから先はラストのクライマックスが訪れるまで特撮シーンは一切影を潜め、本編中心の時代劇ドラマが続いていくこととなります。この大魔神登場までじらしにじらし、ラストのクライマックスまで引っ張れるだけ引っ張るという方式は、これまでの全2作品においても同様の手法が取られておりました。そのため全2作においては、劇場に来ていた子供たちにとって大魔神が登場するまでの約1時間程度についてはなかなか辛い時間帯だったであろうことが容易に想像ができるのです。そんな反省点も踏まえてなのでしょうか、本作については主人公を村の少年たちとすることで、劇場の子供たちは主人公たちに感情移入することができ、大魔神登場までの長い時間帯についても飽きることなく主人公たちと一体となって冒険物語を楽しみながらクライマックスの大特撮シーンへと入っていける仕組みが取られているのです。そして物語が終盤を迎えると、いよいよクライマックスへと突入していきます。まずは鶴吉が崖から身を投げたことをきっかけとして、映画のトーンがガラリと特撮モードに切り替わっていきます。鶴吉が雪の中へと落下した瞬間、カメラが武人像が鎮座する遠く離れた岩山へと移動します。このシーンでは慌てふためく村人たちの目の前で武人像が大魔神へと変身し、岩を蹴散らしながら一歩二歩と画面奥から手前へと近づいてくる大魔神の様子を境界線を全く感じさせない見事な合成処理で見せてくれているのです。そして次の瞬間、大魔神の全身がまばゆく光り輝いたかと思うと、続いてカメラが先ほどの鶴吉が身を投げた谷底へと戻っていきます。地鳴りの響きにより眠りから覚めた大作と杉坊が見守る中、ちょうど鶴吉が落下した地点が光り輝き出したかと思うと、雪を舞い上がらせながらせり上がってくる大魔神の姿を圧巻のセット美術を駆使して美しく描き出していきます。原寸大で作られた大魔神の手に握られた鶴吉を見せた後、カットが変わってミニチュアの鶴吉を見下ろす大魔神へと切り替わっていきます。そしてそっと鶴吉の体を横たえるシーンから、雪に埋葬されていた大鷹が光と共に蘇るシーンまでのこの一連のつながりを高レベルの造形美術とカットの連続によって感動的に描き出していくのです。とにかく本作における雪中の大魔神の演出はまさに大自然に立つ荒神にふさわしい絵作りがなされており、神々しいオーラが伝わってくるような一枚絵として完璧な出来栄えだと言えるのです。そしていよいよ映画はラストの地獄谷の敵陣襲撃シーンへと入っていきますが、合成処理、家屋倒壊、セット造形などこれまでの全2作で培ってきた特撮技術をフル稼働したシリーズ中でも最高レベルの圧巻の特撮演出の数々を楽しむことができるのです。この地獄谷のシーンでは敵方の大砲による攻撃シーンが用意されており、大爆発の中をのし歩くという橋本チカラさんの命がけの熱演も見どころの一つと言っていいでしょう。そんなわけで映画は悪の大観が退治されたことによって全てが解決し、映画のラストを飾る大魔神から武人像に戻っていくシーンへと移っていくわけですが、このシーンでもなかなか印象的な特撮演出を見ることができるのです。大魔神が手を顔の前にクロスさせながら武人像に戻っていく動きに合わせ、大魔神の背景に立ち込めていた暗雲が高速で流れ始め、空が晴れ渡っていく
くという映像センス豊かな特撮演出を見せてくれています。そして武人像に戻った後、その頭部が次第に粉雪となって砕け散っていくまでの様子が情感あふれるイクベサウンドに乗せて描かれていくのです。まさにシリーズのラストを締めくくりにふさわしい実に感動的な特撮演出だと言えるのではないでしょうか。それではここでこの映画における金太というキャラクターの役割について見ていくことといたしましょう。本作は森和夫監督の手によって少年たちのキャラクターが実に魅力的に描かれ、全2作とは全く異なった世界観を我々特撮ファンに見せてくれました。そんな少年たちの活躍する本作にあって、個人的にどうしても触れておかなければいけないのが少年金太の本作における役割についてなのです。本作は物語の中盤で金太が激流に飲み込まれてしまうというショッキングなシーンが用意されています。私を含めきっと本作を見ていた多くの方がこの子供向け特撮映画に似つかわしくない予期せぬ展開に驚かれたことと思います。そしてそんな驚きと同時にきっと助かっているに違いないという思いがよぎったのではないでしょうか。しかし映画は我々の予想を裏切り、最後まで金太の姿を見せてくれませんでした。この結末は子供向けの冒険ジュブナイル映画としてはあまりにも過酷な展開だったように感じます。これは吉田脚本によるものなのか、それとも森監督の意図するところなのか、いずれにしてもなぜ本作においてこのような過酷な運命を金太に背負わせることにしたのでしょうか。それは個人的には本作における魔人に与えられた神としての役割によるものではないかと思っています。途中山の入り口で出会ったおばばがこう言っていました。この山の神様は荒神様である。どのような理由があろうと一歩でもお山に入れば生きては帰れない。それがたとえ子供だったとしても同じことであると。つまりおばばの言葉を真実とするならば、少年たちはこの山に入った以上もはや生きては帰れぬ運命だったわけです。今回の大魔神は映画の冒頭でも説明されているように厳しい自然界がもたらした化身として描かれています。つまり自然界を司る神としてはどうしても自然界のバランスを保つ役割を担っています。それゆえにその報いとして神は山越えをした少年たちを許すわけにはいかなかったことは理解できます。しかしなぜその中でも金太が選択されたのかについては、正直映画の中からは明確な答えを見つけ出すことはできませんでした。思えば金太の兄三平に対しても神の天罰が下されています。しかしそれでも神は三平に対し地獄谷の情報を伝えるという使命を成し遂げる猶予だけは与えていました。つまり神はとことん無慈悲というわけではなく、荒神とてそこはやはり神であり、本作においても恩情が感じられるトーンを残した描かれ方をしているのです。それゆえに神はこの少年たちに対しても親兄弟のため山越えをするけなげさを思い、徹底的に無慈悲な扱いではなくどこか温かく見守っていたとも考えられるのです。そしてその鍵を握っていたのが大高の存在だったと思っています。少年たちが魔の山に足を踏み入れてしばらくすると1羽の大高と遭遇します。そしてその後も少年たちが山越えに苦悩する様子を常に大高が空中で見守りながら旋回するシーンが描かれているのです。このように本作では終始少年と大高とのつながりを感じさせようとする森監督の演出が見て取れるのです。激流に飲み込まれていく金太のシーンにおいても流されていく金太の姿を追って杉松が金太の名を叫ぶ場面が用意されていました。このシーンも大高が見守っており、本当にこれで良かったのかと神に向かって問いかけているような大高の表情をカメラがアップで捉えていくのです。しかしこの場面で神からは大高に対し金太を救出せよとの指令は出ませんでした。この時点で神は山越えのたたりを金太一人に背負わせるという方針を決定づけたのかもしれません。すでに兄のいない金太が山越えを決意した理由を考えてみたとき、それは自ら兄と同じように魔人の山を越え捕らえられた村人たちを救い出すことで兄が命かけで果たそうとした使命を完結しようという思いからだったことは明白です。しかし悲しいかな、それを果たすことができなかったのです。その無念の思いが伝わったがゆえに神は三平の弟である金太を新たな神の使いとして見染めたのかもしれないのです。それはこの後訪れる大高の死にも直結していく至って重要な神の選択だったと思います。映画の終盤、大高が追っ手の荒川勢に襲いかかり命がけで少年たちを守るシーンがあります。しかし大高はこの時自らも銃弾を受け絶命してしまうという、まさに命と引き換えに子供たちを守る神の使いとして描かれているのです。金太を失い釣り吉は身を投げ、今度は大高までもが命を落とす。本作はとても子供映画と思えないほどにどこまでも悲劇的な展開を積み重ねながらクライマックスへと突入していきます。しかし森監督は徹底的に観客を突き放そうとはしませんでした。大魔神が登場する大スペクタクルシーンが開始されるのと同時に、絶望に突き落とされていた観客に救いの手を差し伸べるべく物語を好転させていったのです。大魔神によって釣り吉が雪の中から救出され、次に一度は命を落としたはずの大高が再び復活を果たすという希望の物語へと切り替わっていくのです。しかし残念ながらここに金太の姿を見つけることができませんでした。森監督はこの映画における金太という存在をどのように扱おうとしていたのでしょうか。ここで私が強く感じたのが光と共に復活した大高の姿なのです。この大高こそがまさに金太と大高が一体となって蘇った瞬間ではないかということです。神は少年たちにできうる限りの恩情を与え、4人全員を犠牲にすることなく金太に使命を与えることで大高として復活させたのではないでしょうか。今回
界の大魔神は映画の冒頭でも説明されているように、決して正義のヒーローではなく、厳しい自然界がもたらした化身として存在しています。魔の山に入り込んだ者たちを許さず、その報いとして金太兄弟ですら天罰の対象としていく、まさに荒神なのです。しかしそれでも自然は災厄をもたらすだけではありませんでした。四季を育み、人々の生活を守り、水や果実や魚や獣など人々に実りを与えてくれる、そんな役割を担っている存在でもあるはずなのです。魔神も同様に、決して荒ぶるだけではなく、山を守る自然界の神であることからも、キコリという山を守り共に共存する民に対しては特別の思いがあったとも考えられます。まして幼い身でありながら親兄弟を助けに行こうとした子供たちのけなげの気持ちに、できうる限りの恩情を与えたとしても何ら不思議はないのです。そしてこれから先、大高となった金太が山の神の使いとしてキコリたちを見守る役割を与えられたのではないかと、そう思えてならないのです。ラストシーン、大空を飛び去っていく大高に向かって杉坊が神様と叫びます。そしてその声に応えるかのように、山の峰々をバックに飛翔する大高が一つ旋回したところで、本作は幕を閉じるのです。その姿はまるであの激流に飲み込まれていた金太を追いながら、金太さんと連呼していた杉坊の姿と重なって見えるのです。そして宙を舞う大高から、ここにいるよと金太の声が聞こえてくるように感じたのは私だけでしょうか。こうして本作を見直してみて思うのは、大自然という荒神は決して一筋縄ではいかないということです。そして人間はなんとかこの荒ぶる存在と折り合いをつけながら暮らしていかなければいけないということです。災害列島である我が国に生きる我々は、今一度敬意を表しながら、海や山からの恵みに感謝しつつ、豊かな日本を破壊することなく、偏った自然環境メッセージを冷静に捉えず、自然界と共存していかなければならないと改めて感じてしまった今日この頃なのです。といったところで、今回の動画はこれにて終了です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。